今でこそ色、頭部の仕様など多種多様なものがありますが、当初はキャップもなく先端も一本一本ナタで落として尖らせていました。軽くて打ちやすい杭をとのニーズに応え、現在の杭へと姿を変えてきました。これからも軽くて打ちやすくて抜けにくい杭および付加価値の高い杭をテーマに研究開発を進めていきます。